モダンペダルスチールギターウィズ2スペダルスチールギターはスチールギターのコンソールタイプのものにいくつかの弦の音程を変化させるためのペダルと2ーレバーが備えられ従前のスチールギターの構成に比べてたようで複雑な音楽演奏を可能にしている他のスチールギターと同様にこの楽器も制限のないグリッサンドと深いビブラートをかけて演奏することができこれは 人の声と共通する特性である。ペダルスティールギターは一般にはカントリーミュージックと関連付けられている。1950年代にスティールギターにペダルを呼び、ニーレバーが追加され、演奏者がバーを動かさずに超音階を弾いたり、コードを弾きながらペダルを踏むことによって、現在のハーモニーからすらはないし、ベンドアップで不協和音を生み出すことができるようになった。後者の特徴は、 ペダルスティールギター以外の従来のギターでは実現が困難だったカントリーエスタンで人気のある独特の音色を作り出している。19世紀の範囲で初めて使われるようになって以来、スティールギターの音色はアメリカ合衆国では20世紀の前半にはポピュラーなものとなっており、ハワイアンスタイルとしても知られるギターを水平にして演奏するための 特別に設計された楽器の一族を生み出した。この年代劇の最初の楽器は、ラップスティールとも呼ばれるハワイアンギターで、次はナショナル社とドブロ社が最初に作った、より大きな音を出すためにリゾネーターをつけたラップスティールだった。エレクトリックギターのピックアップは1934年に発明され、スティールギターが他の楽器と同様に聞こえるようになった。その後、 電子的な増幅によりエレクトリック化されたラップスティール、コンソールスティール、そしてペダルスティールギターが開発された。ペダルスティールを演奏するには両手、両足、両膝の協調性を同時に必要とするという異常な身体的要求があり、このような要求をする楽器はこの他には北アメリカのリードオルガンだけである。この楽器を開発した先駆者にはバディモンズ、 バド・アイザックス、ゼイン・ベック、ポール・ビグスビーなどがいる。アメリカのカントリー・ミュージックのほか、セークリット・スティールと呼ばれるアメリカ東部や南部の宗教音楽、ジャズ、さらにはナイジェリア音楽の一種であるジュズなどでも使用されている。19世紀後半、ヨーロッパの船乗りやメキシコのバケロによってスペイン型のギターがハワイ諸島に持ち込まれたが、ハワイの人々は、 導入時に使用されていた標準的なギターチューニングを採用しなかった。むしろ6本の弦をすべて弾いた時にメジャーコードが鳴るようにチューニングし直し、これが現在オープンチューニングと呼ばれている。このチューニングをスラックキーと呼ぶのはいくつかの弦を緩めているからである。コードを変えるためには通常スティールパイプや金属片などの滑らかな物体を使用し、それを 弦の上にスライドさせて4度または5度の位置に移動させ簡単に3コードの曲を演奏していた。ギターを体に当てながら弦にスティールバーを当てるのは物理的に難しくハワイの人々は膝の上にギターを敷いて座りながら弾くようになった。このような演奏スタイルがハワイ中に広まり国際的にも広まっていった。 ハワイのラップスティールギターは他の楽器と張り合えるほどの音量ではなかったため多くの発明家がこの問題を解決しようとした。1920年代のロサンゼルスでスティールギター奏者のジョージ・ビーチャムはスティールギターにメガホンのようなホームをつけて音量を大きくする発明品を目にした。ビーチャムはこれに興味を持ち詳しいことを教えてもらうために自宅近くの店を訪ねた。 その店は、ジョン・ド・ピエラというバイオリンの修理屋が経営していた。ド・ピエラと兄弟のルディはビーチャムに対して、ギターに取り付けられた大きなビクトローラ蓄音機の覚醒ホーンのように見えるプロトタイプを示したが、これは受け入れられなかった。彼らの次の試みである、ギターのブリッジの下で付けられた大きい金属の拡声器に類似した円錐系のリゾネーターは何がしかの成功を収めた。 この成功に元気づけられ、ビーチャムは、ドピエラ兄弟の発明を実現するための新会社を、兄弟と共に立ち上げた。新しいリゾネーターの発明は、ロサンゼルスの豪華なパーティーで宣伝され、有名なハイアンスティールギター演奏家のソル・ホーピーが、実演を行った。その夜、投資家は12000ドルの小切手を回転した。新しいリゾネーターを使用した金属ボディのギターを、 製造するための工場が建設された。金銭問題と意見の相違が続き、ドピエラ兄弟は会社をめぐってビーチャムとの法的な戦いに勝利し、その後、ドーピーラとブラザースの頭文字を取ったドブロを社名としたドブロ製作所を設立するために独立した。ビーチャムには仕事がなかった。彼は何年も前からエレクトリックギターについて考えており、 さらにドピエラ兄弟との論争の少なくとも一部は、彼がエレキカのアイデアに時間をかけすぎたことと、レゾネーターギターの改良に十分な時間をかけていなかったことが原因だった。ビーチャムは電子工学のコースに入学し、彼の最初の目的達成のために、2X4 材の切れ端で単元のギターを作り、円筒型蓄音機のピックアップを用いて実験したが、うまくはいかなかった。 ビーチャムは最終的にブレスレットのようにギターの弦を囲む2つの馬蹄形の磁石と磁場を集中させるためにワイヤーで巻かれた6本の小さな金属棒を使用するというアイデアを思いついたアンプとスピーカーに接続すると動作したビーチャムは熟練した職人の助けを借りて自分の装置に接続するためのギターのネックとボディを製作した 最終的に完成したものはフライパンに似ていると考え、この楽器の愛称となった。1934年6月2日に特許を申請し、1937年8月10日に特許を取得した。ビーチャムは身近にいたエンジニア、アドルフ・リック・ケンバッカーに製品の製造を依頼し、一緒にローパットイン社を設立したが、すぐにエレクトロストリングと社名変更した。 ビーチャムよりもリッケンバッカーの方が発音しやすいと考えたこととアドルフのいとこのエディ・リッケンバッカーが第一次世界大戦のエースパイロットだったことからブランド名としてはリッケンバッカーが使われることになった。1931年当時世界恐慌が最悪の状況にありギターの販売が芳しくなかったことに加え特許庁が 電気楽器の発明分類を楽器にするのか電気機器にするのかを明確にしていなかったために特許の登録が遅れた。競合他社はエレクトロストリング社の特許を侵害していたが、同社には侵害訴訟を行う資金がなかった。競合他社が発明を急速に改良して陳腐化させたため、最終的に b ジャムは経済的利益を奪われることになった。 エレクトロストリング社の最も成功した製品は、ハワイアンギターの A22 フライングパンであり、これは、あらゆる種類の最初の電化楽器であり、伝統的なスペイン型のギターよりも小さい、金属製のボディで作られており、ミュージシャンの膝の上に横たえて演奏される楽器だった。さらに2つのブレイクスルーが生まれ、そのうちの1つは、ギターアンプであり、この発明を使用するためには購入する必要があった。 そして二つ目は、当時は認識されていなかったかもしれないが、エレクトリックギターがもはや伝統的なギターの形をしている必要がないということであった。リッケンバッカーラップスティールギター、エレクトロビー6、ビーチャム式は定型ピックアップ付き、1930年代後半最初のラップスティールは、ボディは小さくなったものの、ギターのような形状を保っていた。 楽器メーカーは急速にペダルスティールの前身なるエレクトリックピックアップを備えた長方形の木の塊型のギターを作り始めた。音楽ライターのマイケル・ロスによると商業録音での初に電化弦楽器は1935年のボブ・ダンのウエスタンスイングチューンだった。ダンはミルトン・ブラウンと彼のミュージカルブラウニーズと共にレコーディングを行った。ブラウンは ウエスタンスイングの父と呼ばれている。対処すべき次の問題は、同じギターで異なるボイシングで演奏する必要があること、つまり弦の調律の方法だった。当時、これを実現する唯一の方法は、同じ楽器に異なるチューニングのネックと弦を追加することだった。リッケンバッカーコンソール758トリプルネック、ハンドル2011年ジアがジャンボリー演奏者は、 ネックを増やし続け、最終的には4本にまでなった。これは、楽器が大きく重くなることを意味し、演奏者の膝の上ではなく、スタンドや足の上に置く必要があり、現在では、コンソールと呼ばれている。ボブ・ウィルズのラップスティール奏者だったノエル・ボックスは1953年に、楽器製作者、レオ・フェンダーによって作られた、最初のスティールギターを手にした。 フェンダーは著名な演奏家を頼りに彼の楽器の実地テストを行っていた。ボックスはソロの際に異なるネックに切り替えた最初のプレイヤーの一人である。スティールギターラグの作曲者であるレオン・マコーリフもボブ・ウィルズと共演し、マルチネックのスティールギターを使用していた。ウィルズが Take It Away、レオンという彼の有名なキャッチフレーズを言ったとき、彼はマコーリフのことを指していた。 フェンダーストリングマスターのトリプルネックコンソール、スティールは1959年のナンバーワン、ヒット曲スリープウォークで、サントとジョニーのファリーナ兄弟によるスティールギターインストゥルメンタルで聴くことができる。一台の楽器に複数のネックを作るのはコストがかかるため、ほとんどのプレイヤーにとっては手の届かないものとなり、より洗練された解決策が必要とされた。 この時点での目標は、第二のネックをエミュレートするために、すべての弦のピッチを一度に変更できるペダルを作る、ことだった。1939年、エレクトラデールと呼ばれるギターは、それのイドを制御するペダルを搭載し、弦の張力を変化させる、電気機構を作動させた。しかしながら、このギターは成功しなかった。同年、ビ b の例は、機械工と協力して、 弦のピッチを変えるペダルを設計したが、うまくいかなかった。インディアナポリスのハーラン兄弟は、マルチコードと呼ばれる万能ペダルを開発した。このペダルは、任意の弦、または、すべての弦の音程を簡単に調整することができたが、すべての弦の張力を同時に上げるのは、非常に困難だった。ギブソンギターカンパニーは1940年に、ペダルが、 左後ろ足から放射状に配置されたエレクトラハープを発表した。ビグスビースティールスはあるペダルシステムの中で最も成功したペダルシステムは商業的に成功したギター用のビブラートテールピースを発明したバイク店の店長であり、レーサーでもあるポールビグスビーによって1948年頃に設計されたものである。ビグスビーは スティールギターの2本の前足の間のラックにペダルを取り付けた。ペダルは機械的なリンクを操作して弦の音程を上げるために張力をかけていた。これはそれほど簡単なことではない。ペダル機構自体が独自のチューニングシステムを持っていなければならない。例えばギターのチューニングはギターについているおなじみのチューニングペングを使って完璧にチューニングされているとする。次に プレイヤーがペダルを踏んで、結果が調子外れであっても、ペダルを離すと、再び調子が合っている。ギターの下には、レバー、スプリング、長いロッドがある。プレイヤーの右、楽器の端には、ロッドの端が露出している開口部がある。演奏者は、音程の外れた音をコントロールするロッドに、ラジオのつまみのような小さな六角レンチを装着する。 ペダルを押し下げたままノブを左右に回して、オリジナルのチューニングとは、完全に独立したプロセスでペダルを微調整する。ビグスビーは、スピーディウエスト、ノエル・ボックス、バド・アイザックスなど、当時の一流のスティールプレイヤーのために、自分のデザインを取り入れたギターを製作していたが、ビグスビーは56歳の時に、ガレージで一人で作業をしていたため、需要に追いつくことができなかった。 ビグスビーの最初のギターの一本は1949年にエディカークのキャンディーキッシズで使用された。ビグスビーが制作した2本目のモデルはスピードウエストに送られ、彼はこのギターを頻繁使用した。1953年、バド・アイザックスはギターのネックにペダルを取り付けて2つの弦だけを変化させ、初めて音が鳴っている間にペダルを操作した。他のスティールギター奏者は、 これが、ヒハワイアンとみなされていたため、この奏法を避けていた。アイザックスが1956年に、ウェップ・ピアースの曲スローリーの録音で初めてこの、セットアップを使用したとき、彼がコードを演奏しながら、ペダルを押すと、下から、他の弦と調和するように既存のコードに、音が変化していくのが聞こえ、スティールバーでは、不可能だった、見事のな効果を生み出した。 このスローリーの録音について、スティールギターの名手ロイド・グリーンは、この人、バド・アイザックスは、このレコードでの登場で、スティールの音楽的思考に、新たなツールを投げかけたと語った。カントリーミュージックの未来の音の誕生とそれを、複製したい、スティールギター奏者の間で、実質的な革命を引き起こした。また、1950年代には、 スティールギターの殿堂入りを果たしたゼインベックがペダルスティールギターに2レバーを付け加えた。プレイヤーは膝を右、左、または上に動かして様々なピッチ変更を行うことができる。レバーは基本的にフットペダルと同じように機能し単独で他の膝と組み合わせてまたはより一般的には1つまたは2つのフットペダルと組み合わせて使用することができる。 このレバーは当初、例のオーレムのコンソールスティールに付け加えられた。当初、2レバーはピッチを下げるだけだったが、後年、改良によりピッチを上げたり下げたりすることができるようになった。スローリーがリリースされた時、ビグスビーはスティールギターの巨匠バディエモンズ向けのギターを作成している途中だった。エモンズはこの曲でアイザックスの演奏を聴き、ビグスビーに アイザックスのシングルペダルの機能をそれぞれ異なる弦を制御する2つのペダルに分割するようにギターを作るように指示した。この機構にはバーを傾けたり動かしたりせずにマイナーコードやサスペンデッドコードを鳴らすことができる利点があった。同じ頃、別の著名なスティールギター奏者プレイヤーであるジミー・デーも同じことをしたが、2つのペダルの影響を受ける弦を逆にしていた。 これらのことから、その後のスティールギターメーカーは、デまたは、エモンズの機構が必要かどうかを顧客に尋ねることとなった。1957年、エモンズは、ギタリスト、機械工のハロルド・ショット・ジャクソンと提携して、初のペダルスティールギターの製造専門の会社である書、バッド社を設立した。エモンズは、スティールギターに、現代の e い旧楽器に、 標準で採用されている2本の弦と3つ目のペダルという他の革新を加えた。追加の弦により、プレイヤーはバーを動かさずに超音階を演奏できるようになった。彼はまた、スティールギターの弦のピッチを上げ下げし、調子を狂わせることなく元のピッチに戻すメカニズムを開発し、特許を取得した。当時のショバッド製の楽器には、10弦、3番目のペダル、 ニーレバーなどの最新機能をすべて備えていた。メディアを再生する EQ ペダルスティールギターで演奏される曲。ペダルスティールは今もなおか時にある。米国では2017年の時点で EQ ネックがより一般的だが多くののペダルスティールは未だに2本のネックが備えられている。C6 はウエスタンスイングミュージックに使われるのが一般的で EQ ネックは カントリーミュージックで多用されている。ネックが異なることにより、ボイシングも明らかに異なっているります。C6 は E9 よりもピッチレンジが広く、主に低音域で使用されている。特定のプレイヤーは、ペダルとレバーが実行する機能およびどの弦のチューニングが好ましいかに関して、異なるセットアップを好んでいる。1970年代初頭。 ミュージシャンのトム・ブラッドショーは、コードペダルアレンジメントの合成語である、コペンデントという用語を作り出した。多くの場合、テーブル形式で表される、楽器のチューニング、ペダルとレバーの設定、ストリングゲージと弦の巻き線を指定する方法である。現代で最もポピュラーな2つのチューニングを組み合わせて、それぞれの特徴を取り入れた12弦、または14弦のネックにする。 ユニバーサルチューニングの支持者もいる。これは、モーリス・アンダーソンによって開発され、後に、ラリーベルによって修正された。C6 チューニングを半音下げて、B6 にすることで、EQ チューニングとの多くの共通点が、同じネックで実現され、EQ、B6 チューニングと呼ばれている。ペダルスティールは、一般的には、アメリカのカントリーミュージックと関連付けられているが、ジャズ、 宗教音楽、ポピュラー音楽、ニュージャズ、アフリカ音楽でも時々使用されている。1930年代のアメリカでは、スチールギターの人気の波の中で、主にナッシュビルとインディアナポリスを拠点とする、アフリカ系アメリカ人のペンテコステ派の教派である、ハウス・オブ・ゴッドで導入された。そのサウンドは、典型的なアメリカのカントリーミュージックとは似ても、似つかないものだった。 スティールギターは改修に受け入れられ、しばしばオルガンの代わりに使用されていた。この伝統の中で文書化された最初のペダルスティールの使用は1952年だったが、は1970年代初頭まで一般的にはならなかった。セイクリッドスティールとして知られるこの音楽ジャンルは1980年代に牧師の息子であるロバート・ランドルフが10代の頃に、 この楽器を取り上げ、それを普及させ、音楽家として高い評価を受けるまでは、ほとんど知られることがなかった。ニール・ストラウスは、ニューヨーク・タイムズ紙の記事の中で、ランドルフを、同世代の中で、最も独創的で、才能ある、ペダルスティールギタリストの一人と呼んでいる。ペダルスティールギターは、1970年代後半に、ナイジェリアのジュズの代表的な要素となった。 ナイジェリアのバンドリーダー、キング・サニー・イアでは17人編成のバンドで、ペダル・スティール・ギターをフィーチャーしており、ニューヨーク・タイムズ氏の評論家、ジョン・パレレスは、アメリカのブルースやカントリーのピンと張り詰めた音を取り入れていると書いている。フューチャージャズの先駆者とされる、ノルウェーのジャズ・トランペッター、ニルス・ペッター・モルベルは、ペダル・スティール・ギターをフィーチャーした、アルバム、スイッチをリリースした。 日本における使用例としては、ロックバンド2から出るが2020年に発表した転がるなどが挙げられる。ありがとうございます。